あら、お久しぶりです、レオンハートさん。ブラウンさん、あんたの息子を出迎えた時以来か。そういや、寝たきりだったフーバーさん、行っちまったんだって。ええ、息子が全てをマーレに捧げたことが誇りだと、いつもおっしゃっていました。きっと娘さんも立派に。死んでねえよ。兄は生きてる。帰ってくると約束したんだよ。